はい、どうもしょうてぃです。はい、本日はですね、ディッカーズさんとの試合、してきたんですけど、試合終わりに大井くんがね、帰らずに待っとけって言い出したんで、ちょっと待ってるんですけど、そろそろ来るかな。あ、来た来た来た、おい、来た来た、いいよ、もう始まってる。ちょっと始まってますよ、始まってますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はありがとうございました。今日なんすか。今日はですね、はい、ちょっと自分の方の練習会があったんですけど、はい、そこでローリングスさんの新作グラブをお借りしてノックとかやったんですよ、はい、で、まあ、それが守備メインだったんで、その投手用まで出るじゃないですか、もちろん、うん、で、軟式のシリーズちょっと1個動画作ってくださいって感じだったんですけど、はい、まあピッチャーじゃないので、ちょっとやっぱりピッチャーに使ってもらった方が体感できるかなっていうので、翔平さんにちょっと1つサンプルをお借りしてきました。マジっすか、はい、大丈夫っすか、俺で。大丈夫です。まあ自分よりはピッチャーなんではい、それがどんな、それが軟式グラブになってます。軟式グラブ、はい、こちらです。おら、俺は初めて紹介するかもしれない。本当ですか。ローリングス系は。なるほど、はい、今年の2021なんですけど、はい、MLB 仕様というか MLB のなんかいろんなカラーがあって、その中の投手になってます。かっこいい、はい、軟式 HOH シリーズ。マジですか、はい、かっこよ。まあ日本のとちょっと違うんですけど、ちょっとラベルが大きかったり、はいはい、この R マークが親指ウェブと、まあ、刺繍とこのメジャーリーガーのマークとかいろいろ入ってるんですよ。はい、すごっ。これちょっとこれは今年のサンプルということでお借りしてます。すっごい、はい、やばこれ。マジっすか。本体からブラックのヘリカワレースがキャメルかっこよ、はい、いやーマジっすか。いや、ローリングスマークこんなに。そうなんですよ。一生主張強めの1-2だろ。で、3、4でしょ。すごいな。俺ね、ローリングス使ってたの小学生以来。あ、マジですか。そういうレベルですか。以来です。それから何十年も経ってますからね。そう、何十年経ってますよ。久しぶりにローリングス。はい、今、軟式ってこんな感じなんだよっていうのをちょっとまず体感してください。そうですね、ちょっとはめていいですか。はい、じゃあ、はい、はい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 。皮とかどうですか、軟式なんですけど。正直わかんないですけど、はいはい、グローブ本当詳しくないんで、はい、皮とかわかんないし、あれですけど、でも、いや、でも普通にいいわ。良さそうっすか。投げやすそうっすか。なんていうんですかね、硬くないから、はい、今翔平さんこれ硬くないって言ったじゃないですか、うん、これですね、ローリングスのグラブを監修している日高さんっていう人がいるんですけど、はい、その人がちょっとだけ型をつけてくれたんですよ。あ、そうなんですか、はい、で、特徴がありまして、ピッチャーのこの薬指下結構こう曲げてたんですよ。で、こう向けてこう使う。はい、よく横型ってこう潰すじゃないですか。ああ、そうそう、縦ってこうじゃないですか、はい、これはこういうイメージらしいです、はい、極端にやると、これ実際にやってもらったんですけど、はい、ここを曲げるらしいです、すごい。そうすると巻き込みやすくなってコントロール安定する。なるほどね。こんなイメージです、極端にやると。そのここから全部投げてる。マジ？こういうイメージ。そうするとこの軸ができるっていうか、引きやすくなるみたいな。それを実際にキャッチボールで使ってみてって感じだったんですよ。なるほどね。なので翔平さんがいつも使ってるグローブ、まあ、ちょっと柔らかいと思うんですけど、うん、ちょっとだけ肩が癖ついてるやつで投げたらどうなのかとか、はい、あとそのローリング、その軟式で今どういう状況かっていうのも。なるほど、はい、まあ、金額はちょっと今出てると思うんですけど、このぐらいなので、はいはいはい、ちょっとこれをですね使っていただいて、まあ他のシリーズもあるんですけど、今回はその MLB モデルというか MLB 風のものになってるんで、はいはいはい、この後キャッチボールをしてみてください。わかりました、はい、ではこれからね、はい、キャッチボールしていきます。はい、それではいきましょう。ゴー。はい、というわけでグラウンドへやってきました。翔平さんがこの前紹介したローリングスのグローブを外しようということで、はい、こっちかめっすか。こっちかめです。どうですか、ちょっと軟球かけた感じは。皮薄いから。薄いっすか、皮は。まあ軟式なんで。軟式だからね、薄いけど、はい、まあでも硬いよね、こう付け根から。そうそういう感じですね。そういう感じです、極端にやると。はい、まあまだこのついてないからこうならないけど、もうあと取りやすい。取りやすいっすか。こっちの取りやすいな。あ、カポってはまるんですよ。はまる。こっちの方がいいな。いいっすか。取りやすいよ。でも取りやすいこの型は。あとは投げやすさですね。大きさとかバランスとか。あ、大きさは俺の
プロステのあの青いやつと同じぐらいかな、うん、でも大きさは同じぐらい。なるほどなるほど。だから、まあ、多少は重いじゃないですか。はいはい。小さいやつよりは重いじゃないですか。うんうん。ただその重みが多少あって、まあ、引きやすいっていうのがある。なるほど。でもいいわ、いい音は普通にいいっすね。音はいい、音はいい。うん、ポロポロしてますよ、相手。はい、ポロポロしてます相手。いいね、いけ。黒はあんま使わないですよね、翔平さん。昔のあのグローバルエリートの、そうですね、あれあの時代から使ってないですね。 あとは青使ったり、青か赤、赤、ああ。キャメルはどうですか、その紐の最新のですからね、カラーは、はい、最新に乗っかってる感じ。ああ、確かにですね。指的にはこうなってる。ああ、そう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 、こうなってる。シャーン、あ、いい、いいっすね、いいっすね。振る時は曲がるわ、変化は曲がるわ、変化は曲がるわ、変化は曲がる。ポロポロして、ああ、いいっすね。いや、投げやすいなしかも。投げやすいですか。投げやすいな。これいいな。こういう形っていいかもしれない。シュさん結構握りつぶしますもんね、いつも。そうだね、俺は。でもグローブは硬いもので痛い派。あ、そうなんですね。握りつぶすけど、はい、硬いもので痛い。あ、そうなんですね。じゃあ俺はね。じゃあペラペラよりは。ペラペラ好きじゃないですか、チャイオンは。なるほど。手出しなくて。うん、いいっすね。なんかおしゃれだよね。おしゃれですね。これ大会使えるんですか。大会は多分使えないですね。あのメジャーリーガーモデルなんで。なるほど、はい、じゃあメジャーリーガーは使える。メジャーリーガー行ったら使えます。メジャーリーガー使える。頑張ります。うん、でもこれでマジで肩が治れば本当にいいんだけどね。確かに、そうですね。バイル、確かに、もう問題はそこっすよね。肩が治るグローブないっすか。それは分かんないです。抜けた。そして今が抜けた。うん。音はいいわ。分かんね。近すぎて分かんね。うん、怖い。だからフォローして。軽すぎず、重すぎず。はいはいはい、はい、だし、皮薄いって言ったけど、はい、正直、まあ、この辺はまあ薄いじゃん、もちろん。はいはいはい、薄いけど、この辺では厚みしっかりしてる。厚いっすね、この辺は厚みはしっかりしてるんで、ここだけ薄いけど、まあ、ここで取んなきゃいいんだよな。奥の、まあ、ここで取れば、はい、うん、全然平気。なるほどなるほど。奥ポケットですね。そう、はい、ここいいよ。はい、なるほど。はい、まあナイフじゃないですからね。そう、ナイフじゃないから厚どれも引けないから。はい、うん、はい、というわけで今回はこちらのグローブのご紹介でした。はい、これ僕的にいいです、これ。なるほど。まあ、それさん、あんまりグローブにこだわりないですもんね。こだわりないけど、はい、でもやっぱり大きさとか形とか、あ、縦型はあんま苦手なんで、あ、そうなん、横でこう、横でこうする系が好きなんで、これは僕に合うと思います。なるほど。まあ実際今度、実際に距離ブルペンで投げてみて、なんか違いとかも動画でしたら面白いかもしれない、ね。そうですね、今ちょっとキャッチボールだけでしたけど、はい、普通なんでね、それ直ったらまたやります、はい、お願いします。はい、では本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくな。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今
並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に横から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人か分かんないん で、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。